二代目、鳥居清はとは、江戸時代中期から後期にかけての浮世絵師。鳥居清長の門人。浮世絵師殿には俗称三はじめ女または三郎介、雪光斎と甲し、本女小梅村に住んだとあるが、諸家人名江戸法学文によれば俗名は、中村金次郎、中橋泉町に住むとしている。作画期は完成から安静にかけての頃とされる。 鳥居派の絵師として保存されることの少ない芝居の絵看板や番付などを手掛けることが多かったので、今日までに伝わる作品は少ないが、肉筆画で新潮風の美人画などが残っている。戦争時には、安政6年6月に奉納されたカンウズ絵馬があり、その画技が相当に優れたものであったことが伺え、また、十一をすなわち十一歳と署名しているので、逆算すると、 完成元年の生まれということになる。向島の牛島神社にあったという、矢野根ゴローズの額にも、71歳筆と記されており、安政6年の頃まで存命だったと見られるが、それ以後の消息や没年については不明である。現職清恵第百科事典、第二巻は、矢野根ゴローズには、72歳筆と記されていたと、している。ありがとうございます。